長岡市における平成の大合併。当庁は北部に位置する。寺泊町は新潟県の中部にかつて存在した三島郡の町。2006年1月1日長岡市に編入された。西回り航路の港町、北陸街道の宿場町として知られていた町である。本州の中では佐渡島と最短の距離にあり、佐渡との間を佐渡基線が 定期航路を運航していたほか、古くから佐渡と本土を結ぶ拠点となっていた。大川津分水の開通により、海岸線が大きく交代したことで知られている。あずま鏡の中に、女王3年2月29日の記述として、女神の船が越後国寺泊まりに漂着して、その際に乗船していた一行が持っていた、銀冠に意味不明の4文字が記されていたことが、記されている。 古くから漁業が盛んであり、市街地の国道402号沿いに海産物の店舗が軒を連ねる魚の市場通りは有名。バブル期は数多くの観光客が東京などの都市圏から訪れた。大正前期から1940年頃までは養蚕が盛んに行われていたが、戦後は開墾や土地改良事業が実施され、 なにに重きが置かかれるようになったたため激減したかつて、寺泊町には、伝統会社があった。西夏東吉が1911年9月事業許可を受け、1912年3月三島電機を設立。1914年2月事業を開始した。寺泊町に発電所があり、供給区域は、寺泊町だった。鉄道跡地と最新のバス路線図。 左上が東町駅。寺泊駅寺泊港佐渡木線の売り場。現在は板囲いで閉鎖されている。なお、かつては、私鉄路線である越後交通長岡線が存在したが、1975年3月31日をもって廃線となっている。JR の寺泊駅は、寺泊市街地とは大きく離れた場所にある。寺泊港と佐渡市赤泊地区の赤泊港とを、 結ぶ、両白航路があり、佐渡汽船が定期旅客航路を運航していたが、慢性的な赤字により2018年10月2日以降は運休となり、2019年5月1日に廃止された。詳細は、佐渡汽船の項目を参照時泊まり町立水族、博物館会や漁業を活かした観光施設のほか、北の鎌倉、 日本海の鎌倉と呼ばれるほど多くの寺院や史跡が存在する。このほか合併後には長岡市とと自然の学習館などが設けられている。ありがとうございます。